まあするにあたってもそうですし、まあ、元僕の、ヘッドコーチだった、ルーカヘッドコーチとも対戦だったので、まあ、結構気合い入ってきました。そして今日の終わり方 も、 まあもう本当にそういう意識で最後点数ファールゲームもいかなかったですし、まあ、無駄に点数を開かせる必要がなかったですし、まあ、明日でしっかりもうそうですね、5点差ですか、もうやっぱり上回る気持ちでやっぱりいかないと、まあ、チームとしても今の状況もそうですし払拭しないといけない、やっぱり勝ってあれブレイク入ると負けてブレイク入るとは全然違うので、はい、気合い入れていきたいと思います。スタイル、まあ、僕はもう彼のスタイルをルカのブレイクのスタイルをもう重々承知だと自分では思ってるんですけど、こうやって結構タフなゲームでロースコアなゲームに打ち込んできたりするので、こうリバウンドだったりとかルーズボールっていうのがフリースローももちろん大事になってきますし、こうしっかりと作ったポゼッション、まあ、それが別に速い打つ遅い打つじゃなくて、やっぱりグッドショットをやっぱどう打つか、やっぱ流れをこう僕たちはこう流れ作りたいですけど、向こうはかなりスローでこう来るので、そこをこう自分たちのペースにどれだけ持っていけるかが大事かなと思います。